2006年のトルコグランプリは、ロードレース世界選手権の2006年シーズン第3戦として、4月28日から30日まで、トルコのイスタンブールパークで開催された。125cc クラスでは、エクトル・ファウベルが GP 初優勝を遂げた。2位にポイントリーダーのアルバロ・バウティスタ、3位にセルフィオガデアと続き、ホルヘマルチネス率いるチームアスパーが、 表彰台を独占した。250cc クラス決勝では、開幕からに連勝していたホルヘロ連ソは、スタート直後に、ルーキーの青山周平と接触し、リタイアに終わる。その後は六台による激しいトップ争いが展開、最終的には、青山博和が遺跡後初優勝を遂げ、KTM に 250cc クラス初勝利を、もたらした。2位には、エクトル・バルベラ、3位に、 アンドレア・ドビツヨーゾと続いた。これで、ポイントランキングでは、開幕から3連続表彰台のドビツヨーゾがトップに、立ち、僅差で、ロレンソ、青山・ヒロカズが追う形となった。モートジッピークラスの予選は、レインコンディションとなり、ディズラ・スズキのルーキー・クリス・バーミューレンが、初のポールポジションを獲得した。ドライコンディションで行われた、日曜の決勝レースは、 中盤以降ホンダ勢4台が激しくトップを争う展開となった。ファイナルラップには3位走行中のダニペドロサが点灯、そして史上最年少優勝を目指してトップを走っていたホンダイル CR のケイシーストーナーを最後から2つ目のコーナーでホンダグレジーニのマルコ・メランドリが抜き去ってシーズン初優勝を遂げた。3位には 開幕から3連続表彰台となるニッキー・ヘイデンが入り、ホンダ勢が表彰台を独占した。ポイントランキングではヘイデンがトップに浮上、イカ・カピロシ、メランドリ、ストーナー、ロッシという序列になった。ありがとうございます。